待遇という面では確かに素晴らしいんですよ、ハリウッドというのは。ただしその、まあ、僕は日本人の俳優なので、その日本人から見たハリウッドで描かれる日本という面では、そのハリウッドはものすごく遅れてるんですよね。入る現場入る現場全部その日本が描かれていた場合はどこかしら変な点があるので、それをいかにその直していくかっていうのが大変ですね。そのどこかしら変な点があるっていうのはいろんなパターンがあるかと思うんですけど、そのいわゆる単純にステレオタイプでもう日本人といったら寿司職人、侍、ヤクザとか、それもあります、それもあります、まあ、とある現場で、はい、セットに日本の日本という設定で、で消火器が置いてあったんですよ。消火器、はい、そのまあ消火器が置いてあるのはいいんですけど、赤いそのある表示があって、はい、白文字で白抜きで消火器って3文字で書いてあるんですよね、はい、それはいいじゃないですか。いいですね、消火器。ただ問題は消す火器じゃなくて消火、消火器だったんですよ。あの消火器官の消火器官の消火器、これがここにあるんですよ、ここに自分の真後ろに。もう絶対その消火器が映るとものすごい気になりますよね、そのなんでここに消火器があるんだって。その現場ではその消火器はどうでもよかったです。なぜかというとそれ以上に困った問題があったので、はい、それはそのテレビドラマの現場で日本人の研究者が2人喋ってるっていう設定の日本語のシーンだったんですよね。日本人の研究者2人が日本語で話す、はい、まあ、僕がそのオーディションを受けてキャストされて、その時のオーディションの募集要項が日本人の研究員、日本語を喋れる方のみ応募する、うん、応募できます。そうですか、はい、日本語の会話が必要ですからね、はい、でまあ、僕も応募してオーディションを受けてでキャストされたんですけど、僕はまあ研究員1と研究員2がいるわけですよ。そうですね。でその時、まあ、撮影日にキャスト名簿を見てみたら、日本人の方が日本名の方が研究員2だったんですよ。おで、あ、よかったと思って、これはなかなかレアだと、日本人の役が全員日本人でキャストされてて、でセリフも全部ちゃんとした日本語になるぞ、これはレアだな、いい現場だとすごく喜んだんですよ。でその挨拶しに行って、例えばまあ、その俳優さんを K さんっていう、はい、いうふうに K、 仮名で、はい、K さんにします、 K さんで、はい、っていうふうに、まあ、お呼びするとして、 K さんにご挨拶に行って、でよろしくお願いします、でセリフちょっと通しませんかって言ったら、 K さんがものすごい流暢な英語で、まあ、I'm OK、 いや僕いいですって言ったんですよ。あれと思って、今の英語はネイティブの英語だなと思っておかしいな、なんかちょっと雲行きが、でしかもセリフ通さないんだと思って、でその後にカメラブロッキングといって、カメラを設置する前にまずリハーサルをして、俳優がどういう風に動くかっていうリハーサルがあるんですよね。でそこにまあ呼ばれていって、で、まあ、監督とご挨拶をして、よろしくお願いしますってことで、じゃあリハーサルしましょうかっていうことで、お願いします監督アクションって言って、まあ、僕が小道具の書類があったんですけど、小道具を持ってその K さんに、これは資料が何枚か抜けてませんかって渡すんですよ。で K さんは受け取って、それを受け取って資料を開いて、あーこれでまた浜田、あーそうそう、あはい OK、 じゃあ今の感じで OK ねって、いやちょっと待ってください、今Kさんが言ったセリフは日本語じゃないんですけどって言ったら、もう大スターですよね。今の日本語じゃないの、日本語で喋ってたじゃん、あれちょっと日本語じゃなくて、ただなんか適当に喋ってただけなんですけど、気づいてない、誰も気づかなかった。つまりそのオーディションの段階でその日本語をジャッジできる方が いらっしゃらなかったから、いないです話してる言葉はもう日本語を話せるっていう条件で来てるから、もう話せるものだと思って採用されちゃったってことですよね。堂々と言ってますよね、ほらまたいや僕たち日本人が見たらその日本語じゃないって一瞬で分かっちゃうんで、ちょっと気になると思うんですけど、だから普段日本人なんてほとんど見ないじゃん、この観客のほとんどはアメリカ人なんだから、そんなんどうでもいいじゃん。確かにそうかもしれないですけど、この作品が日本に渡った時に日本の人たちが見て、やっぱ気になると思いますよって言ったら、 K さんが君このシーンは
3分か5分くらいのちっこいシーンなんだから、うん、どうでもいいじゃん。君にはね、このシーンはあの重要なシーンかもしれないよ、でも俺はね、こんな小さいシーンどうでもいいんだよって言われたんです。で、これが珍しいことじゃないのがハリウッドなんですよ。他にあった？ありますよ、もうたまくさん。ちょっと今日、いろいろと思ってきたんですけど、あ、すごい。例えば、はい、変な日本というのが登場すると、できるだけその直そうというふうに、俳優の立場なんですけども、やっぱりこのまんま出してしまうと後で見た人がえってなっちゃうので、でそのとある番組で科学者の役だったんですけど、その時もそのまあ危ないなと思って美術さんのところに行って、あの研究者のその名札ってどうなってるっていうふうに、はい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 、俳優なんですけど一応そのまあ、あの自分でその作って持ってきましたって言って、はい、であのまあその持ってきたお見せしたのがこっちなんですね、はい、あの日本先端技術開発研究所の川上剛という役で、まあ、あのこんなんどうですかっていうふうにあの言ったら、いやあのもうあるから、あの作って日本語ちゃんと作ってあるから大丈夫だよって言って、あの見せてくれたのが、堂々と、まあ、胸を張って見せてくれたのがこちらです。名前6月笹子号仕事薬っていう、これ名前に6月笹子号って何をどう間違えて数字の6が入っちゃったんですか。数字が入ってる時点で間違いって分かりますよね。普通に6月笹子号、あ、日本語名の順が例えば順で6月とかかもしれないですね。順って多分カタカナで順って書いてあったらこうなっちゃうかもしれないですね。ああ、なるほど。まあ、ちなみにこれで却下されてこのまんまだったんですけど、うんうん、あのとある映画で、はい、日本の新聞が出てくるシーンがあったんですよ、はいはいはい、いやもういいのができてるわよって言って、あのちゃんとあのアーティストが日本語ができる人がいたから、うん、ちゃんと日本の新聞ができてるわよって言って、あ、じゃあ今度は安心じゃないですか。まあ安心しなかったんですけど、まあ、じゃ あ, あそうなんだ見せてって言って見せてもらったのがこちらです。じゃん、刀盗難でいいよね、これは。そうですね、刀盗まれてるんで刀盗難って書きたかったんですけど、盗難がまあそのどっちが上か下か分かんなくなっちゃったんで、なるほど、刀取れんってなったんですね。漢字を見つけたけどどっちが上下か分からなかった。多分あと僕個人的に嫌いなのはこの国際的な版っていうインターナショナルエディションですねそれは Google 翻訳ですね、インターナショナルエディション。まず新聞という名前の新聞大好きだからでもあのもしよろしければその僕ウェブデザインとかもできるんで、あの新聞作りますよ、僕が作ってきて差し上げた新聞はこちらになります。これですね、うわーすごい、文字売り新聞という、これ全部ゆうきくんが作ったんですか。そうです。うわすごいな。でまあもう一つスポーツ関係スポーツ誌っぽいのもあったら便利かなと思ってで、ね、こちらです。ああ素敵。え、これ実際にお見せしてみてどうでした。まああのわあ、じゃあこれちょっとあの上の許可取って見るよって、で、あ、よかったな、これでまた一つ日本文化 の描写があの正しくなったなと思っていたら、そのシーンがカットされたんですよね。あー、もうバサッと。同じ映画で日本の銀行が出てくるシーンがあったんですよ、はい、で、どうなってるって言ったら、今ちょうどその銀行名を何にしようかって考えてるところなんだよって言ったので、僕が、じゃあ電信銀行はどうかな、うん、電気の電、信用の信に銀行、うん、あの撮影当日になってあのどうなってるかなと思ってセットを見に行ったら、電信銀行の信用の信の言面がなくなっててこうなったんですよ伝言銀行これが普通にの扉のところにあってあー惜しいけど全く違うっていう、あの人弁はどこ行っちゃったんですかね。人弁は多分なくなっちゃったんでしょうね、落ちちゃったんでしょうね、多分どっかで。
その映画の中でも硫黄島からの手紙あるじゃないですか。これってあの日本人の俳優がもちろんたくさんあの出演されてらっしゃるんですけど、結構日本から行った役者さんが多い中で、アメリカ本国からキャストされた方ってそんなに多くはいらっしゃらないですよね。メインキャストが10人いて、で確か半分ぐらいが日本からで、半分ぐらいがまあ海外からですね。海外からっていうのはアメリカではなくて、例えばイギリスとかそっちからもキャスティングがされてるっていう方もいる。イギリスはどうかわからないですけど、少なくともロサンゼルスとニューヨークではキャスティングしてたみたいですね。でクリント・イーストウッドという方が、あのビデオオーディションしかやらないという方で、あ、そうですね、もうインタビューはなくて絶対にしない、そうです。自分が俳優だった時に、そのやっぱ監督とかと会っちゃうとすごく期待をしちゃったらしいんですよね。それと同じ思いを俳優にさせたくないということで、そのビデオオーディションだけという。もうその時は僕はあのエージェントに所属して、うん、でエージェントを通してオーディションに応募していましたので、その一環で、まあ、その硫黄島からの手紙のオーディションのお話をいただいて、でワーナーブラザーズのとあるあの部屋に呼ばれて、で行って、そこで、まあ、野崎という役を演じて、でオファーをいただいたっていう形ですね。全員見る時間というのはないらしい、絶対に無理らしいんですよ、その物理的に、うん、で例えばそのとあるオーディションで、その書類で応募してきた人が3000人だったらしいんですよ、うん、3000人を見るのは不可能なんですね。だいたい36人しか見れないと。だからまず3000人を書類選考の段階で36人に絞って、でそれが第1次オーディションです。でそこの中からさらに絞ったのが第2オーディション、だいたい3人とか4人もあります。で最終的に1人が残るという形です。ビッグタイトルたくさんあるんですけど、その中で日本でもおなじみなのがあのパイレーツ・オブ・カリビアンの4ですね、にご出演されてるんですけど、そちらもオーディションで役を射止めたんですか。いや、パイレーツはあのオファーです。オファー、はい、あの監督がはいこれまで の、 あの演じてきた役を見て、そのものすごくその役幅が広いということで、これだけ役幅が広ければ、あの海賊の役もできるんじゃないという感じで、まあ、あの選ばれたらしいです。すごいことですね。でも本当に、ね、ゼロからこう始まってって、一つ一つ積み上げてたキャリアがこうやってオファーにまでつながると。でパイレーツ・オブ・カリビアンに関しては唯一の日本人ということで出演もされていて、なんかその現場での様子、もちろんジョニー・デップさんも含めてどうでしたか。なんか6ヶ月間あったので、やっぱり結構皆さんも仲良くなって、家族同然みたいな感じで、すごく居心地が良かったですね。今でもやっぱりパイレーツの時のキャストとは時々ご飯に行ったりしますし、あの映画の中って結構アクションシーンも多いじゃないですか。あれっていうのはアクションって相当練習されたんですか。やらされましたね。あの撮影の2週間前から練習が始まって、で僕のキャラクターが、まあ、ガーヘンっていう役なんですけど、最初はあの船の上でモップで戦うシーンがあって、でその後は二刀流で戦うシーンがあって、うん、そうでしたね。で僕は基本的にアクションはできないって言ってるんですよ、いつも、はい、一番最初の B 級アクション映画がトラウマになってますし、もうアクションはできませんって言ってて、その時もパイレーツの時もアクションはできませんって言っても変わらず、アクションしますよって言われてやっぱ体がでかいんでアクションできるって思っちゃうんですよ皆さん。あパイレーツの時ももちろんそのアクションシーンを練習させられて、で、まあ、やらされるわけですよ。で中には危ないシーンとも結構あったりするんですよね、うん、でそうですよね。人魚と戦うシーンとかは、あのユニバーサルスタジオ内に巨大プールがあるんですけど、巨大プールで撮影してるんですか。はい、ちゃんと波を作る機械があって、巨大プールがあって、そこで実際の入り江みたいなのをこう復元してで再現して、そこでまあ戦ってるわけですよ。そこ危ないんですよ、水が来るし滑るし。で監督が、まあ、僕のところに来て、他のキャストに行ったら僕のところに来て、ポール、このシーンはものすごく危ないから、君じゃなくてスタントにやってもらおうって言って、で監督が僕の方を見て、ユウキ、このシーンはすごく危ないんだけど君のスタント怪我してるから頑張ってって
言われて、他全員スタントマンで僕一人だけ本人が思いっきり波が来る中水の中こう人魚と戦うっていうシーンをやったりとか、しかもアクションダメですって言ったのにむしろスタンドに囲まれて自分がやる、思いっきりやってましたよ。本当にもう大変でしたね。まああの崖のようなシーンが結構あるじゃないですか。で、あのジョニー・デップさんも一回落ちかけたっていうあの今までの撮影で、で苔が生えてるから滑るシーンだったんですね。でジョニー・デップさんがあの、まあ、やってシーンを演じて、そのシーンの合間に一瞬こけそうになったんで、川に落ちそうになったんです。シーンの撮影中にですか？撮影の後で、撮影カットした直後にあばっと落ちそうになって完全にバランスを崩して、でその時に僕が危ないと思ってこう駆け寄ったんですね。でその時運よくジョニー・デップさん落ちなかったんですけど、その後に、まあ、あのジョニー・デップさんが僕の方に来て、さっきユキは助けようとしてくれて本当にありがとうねってこう礼を言ってくれたんですよ。本当にあの一線でやってらっしゃる方って周りへのケアも本当に一線ですよね。やっぱ下積みの時代が長い人ほど、あのナイスな人が多いですね。まあ、その他の俳優たちの苦労が分かるというか、エキストラの人たちに対する扱いとかでもやっぱりその人がどういうキャリアを積んできた人なのかっていうのが大体分かったりしますよね。特に優しいなと思ったのが、アンディ・ガルシアさん、まあ、あのゴッドファーザーでございますけどね、はい、ピンクパンサーの時にご一緒させていただいて、アンディ・ガルシアさんは28歳まであのキャリアがなかったらしいんですよ。野球のコーチをしたらしいんですよ。え、そうなんですか？それは初耳です。でそれまで全然役が決まらなくて、でそこからようやく俳優として軌道に乗ってきたらしいんですけど、だから下積み時代がすごい長いんですよ。だからすごく優しくて、僕とかまあそのピンクパンサーの時は本当まだ経験が浅くて全然わからない状態だったんですけど、アンディ・ガルシアさんとかも常にケアしてくれて、雪大丈夫かみたいな感じで、こう実際に苦労したり辛かった期間っていうのが本当にこう人に優しくできるようになったり、分かち合うことができるようになるというか、そのすごく優しい方ほどその過去にいろんなことを乗り越えたり障害と戦ってきたんだろうなっていうのが見えますよね。人間性がなんかやっぱ痛みが分かるんでしょうね。そのよく子供時代にその喧嘩をしたことがない人は大人になってからそのひどい犯罪を犯したりすることがあるっていうことは言うじゃないですか。その痛みが他人の痛みが分からないからあのやりすぎちゃうみたいなことがあるってするじゃないですか。そんな感じだと思うんですよ。その下積み時代とかそういう苦労した時代が長い人というのは自分がそれだけ苦労しているから、その苦労、同じ苦労を他人に与えたくないっていうふうに思うんじゃないですかね。そこから何年目でしょう、もう渡米して何年目か、今度フィリピンに映画撮影に渡ることになりますよね。海外で撮られる作品に出たことがなかったんですよ。でなんかいいチャンスはないかなって探していたら、フィリピンでその映画を撮影するという情報がインターネットに載っていて、でしかも日本人のキャストを探しているとか書いてあったので、すぐに資料をお送りしたんですよね。そしたら監督が僕のそのデモ映像を見て、あのうさぎさんというアルツハイマーを扱ったその映画に出演していたんですけど、その演技を見て、あ、この人にお願いしたい。で、まあ、あの役的に42歳の役だったんですけど、ちなみに当時はおいくつだったの？31でしたね。お、確か31か42ぐらいでしたね。問題は、あ、じゃあお願いしますってキャストが決まった後に送られてきた台本を見た時ですね、タガログ語だったんだ。タガログ語で全部書かれたと。ああ、タガログ、英語じゃなくてタガログ語で書かれていて理解できないわけですよ。あ、全部がタガログで書かれてない。そうですね、最初から最後までタガログ語で、映画のことをペリクラって言うんですけど、はい、ペリクラなんみたいな感じで、はい、あの書かれてて、でそれを見た時にこれはまずいなと思いましたね。撮影まであと3週間しかないのに、うん、台本が読めないと。それ英語台本とかはそのスタッフの方ないです。あ、それ僕以外全員フィリピン人なので、あの存在しないの状態です。うわ、それちなみにどうされたんですか？そこからもう撮影まで3週間ですよね。もう仕方がないので、あのタガログ語の台本を読むためにはタガログを勉強するしかないと思って、あのタガログの辞書を買って、もう1単語ずつ全部引いてったんですよ。辞書、ガビだから夜と、でハティンガビだから真ん中の夜だから夜中、あ、なるほどなるほどっていう感じで、もう本当にじゃあ台本1冊をもう辞書でもう翻訳してったような感じってことですよね。ですね。
じゃあもう本当に台本とりあえず翻訳して読み終わった時には一安心というか。ですです。134時間かかりました。134時間、台本読む。うわこれですよ皆さん、この努力です。 LA からフィリピンの作品に出演して、今度はなんと日本でもドラマ映画に出演されるということなんですけれども、渡米何年目にしていよいよ日本の仕事っていう感じですよね。でしたね、はい。京都で撮影されたあの大岡越前というテレビドラマに出させていただいて拝見しました。でそれが本当初の日本作品だったんですけども、ずっとやってきたにもかかわらず、その日本の現場もわからなければ、日本語で演技するとなると、あれどうやってやったらいいんだっけってなってしまうという状態で、でもスタッフの人たちがすごくあの温かくて優しくて、でそれに支えられて、その何の問題もなく撮影ができましたね。やっぱハリウッドでその俳優をやるとなると、さっきあのちょっと言ったようにセリフとか自分の役だけじゃなくて、いろいろなことをそのやっぱり考えなきゃいけなくなっちゃうんですよ。あのあこの小道具間違ってるとか、あこの不審パートナー日本語喋れないんだとか、でも日本でやる分にはもう何にも心配しなくていいんですよ。衣装も心配しなくていい、セリフも心配しなくていい、小道具も心配しなくていい、ただ俳優部に俳優だけやってればいい。これは僕にとってね、もう本当に極楽ですね。演ずるってなると、さあどんなものが待ち受けているのかなっていう状態が、ああ楽しい、ああ楽しいっていう状態になりましたね。じゃあもう本当に FA でも、ね、もちろんアメリカベースでこうやられていくと思うんですけども、フィリピン、日本と、もうこれからもいろんな国で作品があればもう本当に参加していきたいっていう感じで。そうですね、言葉というものが、僕はまあ英語から入ったんですけれども、その学べば学ぶほど人間というものは基本的にはあんまり変わらないんだなっていうのが分かってくるんですよ。でそれを分かれば分かるほど、いろいろな国の作品に参加して、もっとその違う文化の 人たちとそのコミュニケーションをしてみたいなという欲求が生まれてきて、だからそうですね、これからもやっぱり海外の作品に出ていきたいですね。ああすごい楽しみにします。じゃあいざ俳優としてアメリカに行ってやるぞって思った時に、いくつか必要なものってあると思うんですね。例えばビザ、それからエージェント、それから俳優組合ユニオンですね、そして英語、そしてアメリカ現地の習慣。今日はその秘密にちょっと迫ってみたいと思います。で実はですね、松崎裕樹さんにこちらお持ちいただいたんですけど、この辞書は何なんでしょうか。これは、3冊目の辞書です。あの僕はまあ英語というものを、まあ、勉強するときに、最初はそのいちいちあの知らない単語が出たらその引くっていう方式だったんですけども、どうせ辞書を引くんであれば最初から最後まで辞書を読んで覚えちゃえばいいじゃないかと思って。なるほど、もう辞書を作印するものではなくて、もう本として読むと。でそれでそのまあ英辞書を買って、でまあすごくあの薄いやつだったんですけど、そのまあ最初から最後まで読んで発音して覚えてっていうことをやって、でまあそれを1冊目はそうして、2冊目はまあそこまでしてないんですけど、そのあの2冊目はまあ本当に引いて引いて引きまくるっていう方式で、ほとんどまあ引き尽くして、でこれが3冊目の辞書になります。これもまあ結構もうあの今でもまあこれ使い始めた多分3、4年ぐらいかな、結構まあこんな感じなんですけど、まあ、なんか色がそうですね。で1回目に引いたところはまあ黄色でハイライトして、で音読して、で2回目に引いたらまオレンジという風な方式で、まあこの色がついてるのは基本的には一度はその音読したことがあるという、ということなんですね。もしその単語を引いて、でその単語がすでにオレンジだった場合は3回目なんだから、もういい加減に覚えろと。普通なんかなんでその紙の辞書を使ってるのって思うじゃないですか。その電子辞書でいいじゃんって思うじゃないですか。うん、その方が軽くてコンパクトで。ですよね。でも僕はそのまあ2つ理由があって、はい、1つはハイライト、その直接書き込んで
チェックできるということですね。そうですね、まあ、こういうふうにちょっとこう書いてますけど、その分からない単語とかがあったりするとそこにもうまた引きしてその意味を書いちゃうんですよ。もう辞書をノート代わりに使ってるんですけど、特技が辞書の早引きってなってるんですけど、はい、どういうことかといいますと、その普通電子辞書ってその手軽に早く引けるのがまあ利点ですよね。そうですよね、辞書で引くより押した方が早いですよね。で僕はこの紙の辞書でもそんなに時間がかからないんですよ。でだいたい10秒以内に引けるっていうのがまあ僕の特技 でちょっとストップウォッチでちょっとやってみましょうか、はい、ということでじゃあストップウォッチ用意しました。 まずはじゃあ単語は 何にしますか。単語何、単語何でもいいんですか。はい、じゃあ、カメラでいきましょうか。カメラでお願いします。はい、ではお願いします。スタート。ありました、カメラ。カメラありました、カメラ。はい、7秒95。もう一回いきましょう。 Go! 確かに早い。じゃあ次はじゃあディクショナリーでいきましょうか。はい、了解です。いきましょう、よーいスタート。やりました。はい、これね、ディクショナリー。早い、記録3秒です。で、聞くところによると辞書もすごい量お持ちだっていう。今64冊だよ。64冊。はい、ちなみにその64冊の辞書の違いっていうのはいろいろ、そのやっぱ分野によって書いてある内容とかも変わってくるので、科学用語辞書には科学用語がたくさん入っていたりとか。科学用語辞書っていうのがあるんですね。ありますね、サイエンスディクショナリーというのがありまして、あと、まあ、バイオロジーが生物学ですね。で、動物学がゾオロジーだったりとか、そういう辞書がいろいろあって、まあ、スラング辞書とかもありますし、イディオム辞書もありますし、クリシェイという、なんていうんですかね、制句ですか、よく言う言い回しみたいな辞書もありますし、あと、海洋用語辞書みたいなのもありますし、海賊辞書っていうのもありますし、なんかいろいろあるんですよ、本当に。あ、でもそんな種類あるんですね。なんか僕今ちょっとお話を伺っただけで結構興味出てきました。いや、すごく楽しいですよ。英語を勉強する時のアドバイスってあったりしますか。まず最初に学ばなければいけないのは発音です。発音、はい、まず発音記号をおすすめしたいんですけれども、なぜかと言いますと母音の数が足りないんですよ。日本語を母国語としていて英語を勉強するとなった場合に、日本語はあいうえおしかないので、そうですね、で英語は17個あったりするんですよ。だからそれでもうその時点でその母音が認識できないので発音できないんですよ、正確に。だからまずは母音を抑える、その発音記号とかを勉強して母音を抑えるというのがとても重要になっているんじゃないかと思います。まあ、短い時間の中で本当はすごく聞きたいトピックたくさんあったんですけど、ここまでの歩みを見て、それからまあ英語の勉強を見てきて、今後松崎悠希のやってみたいことっていうのはありますか。まあ、やりたいことはやっぱりあれですよね、そのハリウッドという、まあ、街から出てくる作品というものはハリウッドにとどまらず世界中で多くの人に見られる作品になるわけなんですけども、そこで、まあ、自分としてはできるだけ多くの作品に関わって、そこからその生まれてくる日本人像というものをできるだけ本物の日本人に近づけることによって、世界の人たちに日本人というものを正しく理解してもらうというのがまあ一番の目的ですね。日本のイメージが、まあ、良くなる悪くなるではなくて、ちゃんと理解してもらえる、本当の実像として、はい。今回の場合は特にアメリカで俳優をされたい方、見てらっしゃる方が多いかと思うんですけど、もし何か一言アドバイスでもいただけたら嬉しいです。覚悟が必要なんですよ。覚悟で、その覚悟というものは多分自分がこれぐらいかなと思っているものをだいたい1000倍ぐらいしたくらいの覚悟が必要なんですよね。例えば日本で俳優をやったことがない方がハリウッドに渡って、そこでキャリアをスタートしてやろうと思ったら、どんなに頑張ってもスタート地点にたどり着くまでに5年かかります。もうその5年は帰ってきません。もし失敗したとしても帰ってきません。その5年間を捧げてもいいというふうに思って
来ないと後悔してしまうかもしれないです。ハリウッドという街は、例えば自分の学校で成績が一番の人がいたとしますよね。でその成績が一番で、まあ、自分の学校では負けないという人たちが全国からまあ集まってきて、一番たちが集まってくるわけですね。集まってきて、でそこでまあ全員統一の試験を受けて、で1位だけが生き残るという世界がハリウッドです。皆さんそのハリウッドに集まってくる方々は、自分は大丈夫だ、自分は他の人とは違う、成功できるって信じてる人が集まってくるんです。でその人たちが600人3000人と応募して、で最終的に残るのは1人、役を取るのは1人なんです。じゃあどうするかっていうと、運に頼っていてはダメです。運というものは、まあ、運というのは訪れるんですよ皆さん。でその時に運というものが自分の手のひらをこう通過した間に掴めるだけの瞬発力と握力がないと気づかないです。もう通ってることにしか気づかないです。もう一瞬で通って二度とそのチャンスは訪れないです。だからその時に掴めるだけの腕力、そしてまあ瞬発力というものを、まあ普段から身につけなければいけない。僕もすごく好きな日本語って言っていいのかな、人事を尽くして天命を待つっていう言葉があって、これっていうのは本当に自分のやるべきことを本当にやって、その準備がある上で初めて運頼みになるっていう、最初から準備なしで運に頼っては必ず、まさにおっしゃった話ですよね、掴むことができない、見ることすらできないっていう、その覚悟っていうのは本当に必要だなと思いました。そうですね、やっぱ 99% の人が失敗するという現実を見て、でそれでもその自分は 1% に入ることができると胸を張って言える人は、挑戦しても失敗しないかもしれないですね。そしたら覚悟は決めてくると思いますので、まあ実際には皆さんそう思ってる人たちが集まってますけどね、ハリウッドには。僕は一番好きな言葉というか考え方があって、全力を尽くして挑戦したら、まあ負けてもいいじゃんっていう考え方なんですよ僕は。基本的にオーディションに行って死ぬ気で準備して、で死ぬ気でやったら、それはもう結果がどうであろうと失敗ではない。その自分がそれにかけたその努力したこと自体がすでにもう自分の血となって肉となっているので、失敗なんてありえないですよ。失敗じゃないです絶対に。でたとえ何かやらかして失敗したとしても、その失敗があるから次があるんですよ。次の糧になっていく。そうです、失敗をしなければ何も学べないんです。失敗を恐れないでどんどん失敗していく。だからその若い人たちに僕が言いたいのは、挑戦して失敗する方が、失敗を恐れて挑戦しないよりも何百枚もいいんだから、とにかく頑張ってやってみようよっていう、それですね、だからやってみようよ。もしチャレンジする力がある人は、リスクを恐れずにどんどんトライしてほしいということですね。そしてもういつでもやるときは全力で。全力ですね、もう全力で。いや今回はすごく聞きたいことがいっぱいいっぱいいっぱいあって、まあ、いつもそうなんですけど今日はわざわざお時間作ってくださってありがとうございました。ありがとうございました。またそうですね、日本にいらっしゃる際、または僕も LA に行くことがしばしばあるので、その時にはまたちょっとこの続きをお話しさせていただければと思います。ジム&トーク海外ロケでそうですね、監督お願いいたしますということで本日はすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。